さて入場口、まあ、とりあえず行ってみよう。はい、消毒検温中。さあ入ってきましたよ。はい、こんな感じ。いいよ、まだオープニング撮ってないけど、来た来た来た。さあこんな屋根がついているところ、食べるところがありまして、いや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 、いいよ、食べるものいろいろあるけど、まず飲み物ね、行きましょう。ビールはビール600円です。会計はあんな感じで使います。はい、ではビール、はい、とりあえず最初乾杯。はい、乾杯。はい、あ、オーナーです。どうも。来たね、オータムフェスト、もう一杯最高です。3年ぶりの開催だ、一番嬉しい。雪祭りより、ビアガーデンより、その他もろもろより一番いいよ、オータムフェスト。もうテンションね、爆上がりなの。でもね、混みすぎてて買えない。すごい。今日はとりあえず全町名行ってみたいと思います。それではスタートです。たびたび TV チャンネル。さあ入り口から入ってきて、一番奥のところにありますウェルカム酒バーということで、ドリンク専門店ということで、この近くにいたらずっと飲んでられるね。でもまあ次の町名に行きます。さ、出る時も退場口から出ます。この町名入り口も出口も一緒。いやー、もう混んでて大変だ。次の町名行きます。4丁目のウェルカムパークは、4丁目内にはトイレないけど、3丁目の方と5丁目のすぐのところにトイレあります。トイレ重要でしょう、のんべには。さあ続きまして、5丁目に入ってきました。今言ってたトイレはこれです。ここはね、ラーメン祭りとかやってるんで、すげえ混むんですよ。土曜日の昼の段階で待ち時間のこの丁目だけかな。あそこの赤い看板がラーメンの4店舗、3回ローテーションします。黄色い看板がカレーのところね。こっちの緑が食い倒れ広場ということで、ここソフトクリームの食べ比べだってすげえな。食い倒れ広場もすごいね。この放送でかかってるけど、購入品はね持ち出せない。だから多分ビールも買ってフラフラ持って飲みながらって無理なんじゃないかな。その辺お気をつけください。さあチケットをね買います。こんな感じ、5丁目はこのチケットで買い物します。ちなみにあそこのねチケット券売所並んでるんだけど、中に入ってくるとチケットマンから買うとすぐです。すぐ買えたもんな、うん、さあということで、この丁目ラーメン祭りの何がいい、そしてカレーキングダムのカレーは2種類セットにして、追加ライス、追加カレー、トッピングはチケットまたは電子マネーで購入することもできますが、最初はチケットなんだ。なるほど、という感じです。はい、今ボスは、ビールを買うのにあそこのお店に並んでおります。ありがとうございます。ラーメン以外はね入るみたい。キャッシュレス決済も現金もいけるかも。そうだったんです。本日2杯目です。どうも。でもうまいですけど、そろそろ小腹が空いてきたっていうか、お腹空いてきました。なんか買ってきます。好きなの買ってきて。はい、お金持ちでしょ。お金持ち。こんな感じの会場です。さあということで、旭川醤油ブラックということで買ってきました。ありがとう。じゃあ食べてみよう。あ、これかけてないんですか、ね、自分では。いや、いいよかけても。おー、スープが魚介と豚骨のダブルスープって書いてあったんで、おうおう、両方の味がね、麺とかなんでやって最高に美味しいです。お約束の美味しい。さあチケットを持っていくのは札幌カリーキングダム総合受付です。このような感じです。チケットが2枚。はい、ありがとうございます。つないでライス私に。はい、ご飯もらって次の場所へ。これエイト無水カレー、グリーンキーマカレー、辛口大辛、これとこれでこれだな。さあ行ってきました。ご飯 200g とグリーンカレー辛くしてないバージョンとあとポークビンダルってやつあげます。おい、うまそうです。そしてはい、うまそうかな、グリーンカレーだからね。じゃあ行ってみよう。はい、あ、こっちは名刺もありました、ハラッピのカレーです。行ってみます。うん、不思議な味。うわ、すげえ不思議な味。うん、うん、これ何味なんだ、フルーツ、フルーツ、なんかすごい不思議な味。少し酸味がある。うわ、これなんだろう、やべえ、わからない。それではグリーンカレー、いただきます。
グリーンカレー食べるとね、南国に来た気分です。どこ南国ってどこでーす。さあ、カレーの上に乗ってるこれなんだろう。玉ねぎの酢漬けって言ってた気がするけど、食べてみよう。うん、そうです、カレー、空のビール。うん、オータムフェスト。もうボス食えないからもう泣く今。皆さん辛いから気をつけて。これ的には最高にいい辛さですけどね。なんか液体入れたら 大辛になるらしい。あ、そうなんだ、うん、はい、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。え、ビール4杯も飲んだの。はい。やべえ、5丁目満喫しすぎた。食いすぎた。食べたね。次も行こう。それは喫煙所だね。あっちもない。トイレはこの丁目はないかな。ということで6丁目は北海道グルメコレクションです。はい、ハーベストバザールです。中はこんな感じです。こういう雰囲気の感じ。こっちにもラーメンとかスープカレーとかあります。さあ、これバカルディいいね。そして青空星空バルとかがあります。いや、もうかっこいいね。この帳面も真ん中にねテントがあって、雨が降っても対応できるようになっておりますが、今日は混みすぎてて入れないのでちょっと食べ物無理だな。すごいです。とりあえず飲み物だけは行きましょうか。行きましょう。はい、はい、それじゃあ乾杯。相変わらずうまいスビール。魅力的な食べ物いっぱいあるんだけど、なんせ混んでる。ボスは特権を生かして平日に来たいと思います。さあ、ということで結局座席空きませんで、このまま行きましょう。次何丁目だ。7丁目だ。7丁目は別動画にするぐらいにするから。はい、さらっと見て8丁目行きます。さあ、ということでボスの愛する大通公園7丁目。名前も7丁目バーだからね。ここは黒いテント統一で素晴らしいです。さあ、そんな7丁目に入ってきたらトイレありますよ。安心してください。すげーぜ、今日も絶好調です。はい、消毒です。相席でのご協力。さあ、今日の焼き鳥は福吉だ。いいね。果実カクテルバー、そしてハイバーですね。ただ一つ言わせてほしい、ここの良さはね、グラスで飲めるとこだったんだよ。やっぱりコロナ対策でプラカップになっております。残念です。いや、でも開催してくれただけありがたい。さあ、アサヒ好きな人に朗報です。ここの7丁目バーはビールはアサヒになっております。アサヒスーパードア、俺たちクラシックなんだよね。でも7丁目後でゆっくり行きます。次行ってみよう。8丁目は札幌大通り北海道市場です。30分待ちです。さあ、コロナ対策で店の配置が変わっておりますが、北海道のうまいもん全部食えますよというとこです。いや、すごいよ、うまそうなものだらけです。困ります。この帳面にもありますご当地のお酒リクエストスペシャルっていうことで、売り切れだらけだけどこんな感じのものが用意されています。はい、乾杯。パンチレモンサワーにした。おいっす、久しぶりですねこれ。うん、パンチが効いてます。へえ。さて、おなじみの椎茸の醤油、チーズの売り切れてた。うん、さあ食ってみよう。っていうか、これ焼きたてですぐ回ったんだよね。うん、熱いってこと。いただきます。すんごい椎茸、足がすごくて堪能できますこれ。最高に美味しい。最高です。さあ、全丁目行くためにとりあえずすごいっす、丁目で一杯飲んで歩いてるけど酔うよね。マジ酔いますよ。ああ、そんな次は9丁目はないから10丁目です。お肉10丁目やばい。10次ちゃんとやりますから。さっきの8丁目、そして隣の9丁目、トイレはここにあります。並んでます。はい、この山では子供たちが遊んでます。遊具もあります。さあ、ここはお肉10丁目です。いかがでした、皆さん。逃げてた。さあ、テーブルはみんな一方向向こうを向いて座るという感じになってます。
はい、それでは10丁目です。乾杯。ビール。もうだいぶ飲みすぎてますさあ、ということでお肉10丁目北海道ウインナー4種盛り、うん、食べてみよう。はい、マスタード、ケチャップ、うん、ビール。ここ落ち着くなここ人数制限だいぶしっかりしてるからさ、入れないんだよ。そうですね、だって入るのにちょっと時間待ちますもんね。そう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 、入るのにね。だからゆったり過ごすには10丁目がいいかもしれません。ジューシー。あれ、ここ何丁目でしたっけ。10。はい、どうもいい肉食えるし落ち着いてるし、いい調味だった。いいっす。次ステーキ食うわ今混んでたんだ。もういや混んでますね。そうそう、今日はサクッと11丁目まで行けますんで。っていうかもう次ビールだよね。そうですね、だいぶ酔っててダメかもとりあえず行けます。さあ11丁目、最後はザ・オータム食のクリエイトステージです。はい、では行きます。11丁目はあそこにトイレがあります。さあ、この素敵な噴水の周りにこういった形になってます。全体的に素敵です。さあ、ここね、ここがかっこいいんだ。勘違いしてたよ。さっき向こうでビールって言ったと思うけど、これはね、ビアガーデンの時の世界のビールの話でした。すいません。ここはちゃんとワインとか、そしてここはチーズがいいなと思ってます。そしてここにあったよ、シェフズキッチン。この日にちに分かれてね、いろんな人が来てやってくれるっていうやつです。さあ、素敵な傘がかかっているところで、はい、何ですか。シードルです。あ、シードルですね、はい、これはスパークリングワインです。はい、乾杯。あ、思ってたより飲みやすい。この量だぜ、すっといっちゃいますねマジでやばい一息だ、一息、うん、もったいないです。はい、500円です。はい、うまい。よう。さあ、ということで、あ、乾杯。おはよう。よし、4丁目からずっと来て、7丁目だけあんまり何もしないままスルーして、うん、11丁目です。酔ったよね。酔いました。でも最高に良かったです。でも歩き疲れたよね。歩きましたね、やっぱり4丁目から11丁目までは、ね、いや、なかなか座れないから、皆さんも混んでるんで気をつけてきてください。この後は7丁目行くよ。はい、行きます。7丁目だけ別の動画にします。はい、皆さんよろしくお願いします。ということで、今日の動画はこれでおしまいです。また次の動画で撮りましょう。ではさようなら。乾杯。